こんばんは。北関東電タバチャンネルの今日です。今ですね、バカバカやってますよ、こう、爆炎。ちょっとですね、グリフィンを持ち出しまして、グリフィン25、あてがって使ってますけども、25と言いつつもですね、エアフローのところが24で、まあ、太まってるところが25なだけなんで、24でこのグリフィンと、テスラ3ぴったりの面です。これいいっすよ。で、今捨てるリキッドがですね、ハイトの新しいリキッドエルドラドです。ファーストインプレッションのレビューは、この後編集してアップします。で、一番のお気に入り、個人的なお気に入りはエルドラド。フレーバーがですね、アップル、マンゴー、ガバっていうことですね。すごいこう、マンゴーとガバがね、うおうおうおうってくるんですよ。超うまい、これ。こんな感じでちょっとこう止まんないんですよね。美味しく爆炎やって美味しいっていう感じです。はい。で、今グリフィンでバカバカ吸ってて、ああうまいなーっていうね。この後はじっくり、じっくりサーペントミニでも吸って、で、個別のレビューをですね、まあ吸い切った順に、また弁当行きたいと思います。ブログとかの方で。で、まあとりあえずもう3つ通してのやつはさっき取ったんで、その中でこいつお気に入りでした、エルドラド。なんつうかね、フルーツ最高って感じ。ですね、これはこう夏に吸いたかった。夏にメンソールぶっこんでスースースパスパさっぱり吸いたかったって感じですけど、ただこの甘さが結構濃厚なんで、多分全然こう冬でも吸い続けちゃいますね。これはフルーツ系ではこう抑えときたいリキッドですよ。フルーツ系だとおもてなしのアイランドとちょっとこうね、どっちかってこうポーズ付けが出してあるんですよ。アイランドはもう結局南国フレーバーみたいな感じで、もっといろいろ入ってる感じなんですよね。こんなはっきり、マンゴーって感じじゃないんですけど、ただあれ、まあ期間限定で作ってるらしくて、もう冬には出回らないらしいんですよね。まあ一方これ、ファイトのエルドラドの方は今から、発売なんで、まあ年中いけんじゃないですか。これは美味しいですよ。フルーツ系リキッド大好きな人、あとはもう初心者の人で、いろんなの試したい時に、まあ、こいつはおすすめですよ。神風とかばっかり吸ってる人はぜひこっちのね、ちょっとこう高級志向な方行ってみる一発目としてはいいんじゃないですか。なわけでですね、ちょっとこう美味しくて今テンション上がってるんですよ。では今日でした。